金の彼女銀の彼女は赤木のルフローによる日本の漫画作品。月刊少年マガジンにて2014年3月号から2018年5月号まで連載された。ダブルヒロインのラブコメとなっている。メディアミックスの一環で2015年にドラマ CD が発売された。安田東郎が憧れる綾の峰財閥のお嬢様である綾の峰エリカ。 彼女は、両峰山の伝説の泉に落ち、泉の女神によって、金と銀二人のエリカに分裂してしまった。二人のエリカは、灯籠に迫られながら、かつたの少女たちを巻き込んだ、灯籠争奪戦を展開することになる。声は、ドラマ CD 版の声優。釈栄丸フロー、新連載、金の彼女金の彼女で隙間が初登場。コミックナタリー。 h t t p s n a t a ス i ッ m u c o m i c n e w s 1 0 9 3 0 5 2 0 1 8年8月13日閲覧。金の彼女銀の彼女ドラマ CD に、堀江ゆい、沢城美雪岡本信彦ら、コミックナタリー。 https://natalie.mu/.comic/.news/.1382092018 ュュスス年8月13日閲覧。別名は、庶民クラス。1話で校舎を壁伝いで登り、5階に相当する、高さにあるお嬢様専用エリアを見に行った。別名はお嬢様クラス。金の彼女銀の彼女。講段社コミックプラス。講段社。 2018年8月13日閲覧。金の彼女銀の彼女。講段社コミックプラス。講段社。2018年8月13日閲覧。金の彼女銀の彼女。講段社コミックプラス。講段社。2018年8月13日閲覧。金の彼女銀の彼女。講段社コミックプラス。講段社。2018年8月13日閲覧。 金の彼女銀の彼女。講談社コミックプラス。講談社2018年8月13日閲覧。金の彼女銀の彼女。講談社コミックプラス。講談社2018年8月13日閲覧。金の彼女銀の彼女。講談社コミックプラス。講談社2018年8月13日閲覧。金の彼女銀の彼女。 講談社コミックプラス。講談社、2018年8月13日閲覧、金の彼女銀の彼女。講談社コミックプラス。講談社、2018年8月13日閲覧、金の彼女銀の彼女。講談社コミックプラス。講談社、2018年8月13日閲覧、ありがとうございます。